は意外と多い天下武神のお城たち。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は天下武神のお城たちについて紹介していこうと思います。関ヶ原の戦い以降、いわば徳川の世となります。勝者である家康はまさに徳川の世作りを開始します。その代表が天下武神です。名古屋城や彦根城が有名ですが、実は天下武神のお城は多々あります。そこで今回は天下武神されたお城をご紹介しましょう。そもそも天下武神とは、まず天下武神とは家康の命令で行われる町づくりです。お城が有名ではありますが、河川や寺社も天下武神に含まれますが、命令された大名にとって何よりも厳しいものだった理由、それは自腹である点です。現代の公共事業に相当する天下武神ではありますが、その費用は大名が自腹で捻出しなければならないものでした。江戸幕府あるいは家康から感謝はされるでしょう。しかし助成金補助金などありません。すべては自腹で幕府のための施設を作らなければならなかったのです。江戸城、言わずと知れた徳川将軍家の本拠地です。江戸城は現在も皇居として残されているので、馴染みのある人も多いのではないでしょうか。江戸城は天守閣を含め町づくりも相当手が入れられています。神田川、京橋川といった改削、さらには日比谷の埋め立てなども天下武神として行われました。その理念は利便性はもちろんですが、徳川の居城としてふさわしい城だったことでしょう。特に家光の時代までは将軍が変わるたびに天守閣まで変えていたほど。そんな江戸城は天守台は現代にも残されています。一つ一つの石の大きさ、さらには隙間のなさなど、技術力、経済力の高さがうかがえるのではないでしょうか。名古屋城、清須に代わる尾張の拠点として、まだ秀頼が健在であった1610年から普請が開始された名古屋城、どの部分をどの大名が担当したのか資料が残されている点も興味深いです。名古屋城は江戸と大阪の中間地点であることから、さまざまな役割が期待されていたかと思いますが、当時の情勢を踏まえるとやはり大阪城への睨みという意味合いが強かったことでしょう。西国大名たちが天下普請に駆り出されたのも、豊臣家の思いを図る家康の巧妙な仕掛けだったのかもしれません。ちなみに現在の名古屋城は戦後建て替えられたもの、木造再建の話も出ていますが、進展はないようです。大阪城、秀吉が建てた大阪城は大阪の陣において徳川家に滅ぼされました。落城した大阪城は埋められましたが、その上に建てられた大阪城は天下武神として徳川の世で築城されたものです。現在の大阪城は徳川の大阪城の縄張りとなっていますので、大阪城の地下には豊臣時代の大阪城が眠っています。実際豊臣時代の石垣が発見されるなど、私学界を賑わせたこともありました。ちなみに現在の大阪城天守閣は再建、江戸時代3度にわたる落雷の末、天守閣は建造されることはなかったのですが、1931年昭和天皇の即位記念事業として再建されたものが今日まで残っています。高田城、新潟県上越市にある高田城、こちらは松平忠輝の居城として天下武神されたものです。当初から天守はなく、三重三階の三重櫓が天守代わりだったようです。現在は公園として整備されており、気軽に楽しめる場所となっていますが、三重櫓に関しては復興されたものです。ちなみに高田城は天下武神ではありますが、石垣がありません。
これは低湿地で石垣が支えられないとか、近隣に石垣に向いている石材がなかった点、あるいは戦術の変化から石垣が不要になったとか、急ピッチでの築城だったので石垣を省いたなど、さまざまな説があります。駿府城、徳川家康の隠居城でもある駿府城、質素倹約を是とする徳川家康らしい簡素な城と思われていましたが、近年の調査で発掘された天守台はかなりの巨大サイズ。決して隠居城として質素だったものではなく、江戸城や大阪城に勝るとも劣らない天守閣があったのではないかとささやかれています。ちなみに現在は城址公園として整備されており、気軽に立ち寄れる場所となっています。伊賀上野城、伊賀上野は大阪の抑えとしてはもちろんですが、奈良エリアに睨みを効かせる意味でも重要な場所。こちらは天下武神によってそれまでの伊賀上野城を拡張しました。そのため先に紹介した名古屋城や駿府城のように全く新しいものを作ったのではなく、改良となります。現在の伊賀上野城は再建天守ですが、その高い石垣は天下武神を思わせるものです。加納城、岐阜県岐阜市にある加納城は中山道に面していたことから、交通面での要所として整備されました。それまで岐阜といえば織田信長の本拠地でもあった岐阜城がありましたが、関ヶ原の戦いの後破却されました。その後加納城が築城され、家康の義理の息子である奥平氏が入城、岐阜城のものを建材として活用するなど、現在では公園として整備されており、当時の石垣を確認することができます。福井城、織田信長家臣である柴田勝家が治めていた頃、北野庄城がありました。しかし賤ヶ岳の戦いにおいて勝家が秀吉に敗れると、丹羽長秀や堀秀政の領地を経て、関ヶ原の戦いの後結城秀康が入ります。そこで天下武神が行われ、45階の大きな天守が建てられたようです。現在は市役所となっており、広く市民に親しまれています。彦根城、関ヶ原の戦いの後に彦根を治めることになった井伊氏、それまでの領主であった石田三成の居城である沢山城を破却し、新たなシンボルとして築城されました。現存天守として築400年以上の歴史ある天守閣が現代でも楽しめますが、天守閣はもちろんですが、縄張りなどさまざまなものが残されている見応えのあるお城となっています。ゼゼ城、滋賀県大津市にあったお城です。琵琶湖に面していることから、天下武神の中でも唯一の水城です。関ヶ原の戦い後、それまであった大津城を破却、東海道の要所でもあるゼゼニお城を構えることになりました。ちなみにゼゼ城が天下武神の1号です。湖の中に石垣を築くなど創意工夫が見られる一方で、波による浸食に相当悩まされたとのこと。結果常に城の補修問題があり、ゼゼ藩財政は逼迫していったとされています。二条城、徳川家の京都の別荘的な意味合いの二条城、大政奉還の舞台としても知られており、今日も多くの観光客でにぎわいを見せています。天守台が残されていますが、その大きさに徳川の意向を感じることができるでしょう。丹波亀山城、かつて明智光秀の拠点であった城は、その後羽柴秀勝や豊臣秀勝、小早川秀明、前田源義が入りました。関ヶ原の後譜代である岡部氏が入ると、天下武神によって五重の天守が完成したとのこと。日本初の総統型天守なのではとの声もあれば、
今治城を移築したのではないかなど様々な説がありましたが、今日は石垣のみが残されています。篠山城、山陰道の要所である篠山に大阪の豊臣氏など西国大名の抑えとして築城したとされています。しかし明治に入ると城が取り壊されてしまいました。また戦後は内堀が埋め立てられて公園として整備されることになりました。現在は残されていた石垣を中心に整備が進められ、大書院が復元、地元の貴重な観光資源として整備されています。まとめ。このように天下武神は誰もが知っている有名なものもあれば、決して有名ではないものまで様々なものがあります。いずれも大名にとっては自腹、身を削っての武神、さらにはまだ秀頼が健在だった時代のものも多いので、家康の命令に対していろいろと思うことがあった武士も多いでしょう。しかし不信が続けば続くほど、徳川政権はより強固なものになっていくのでした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。